の食のブランド1000の認定品であるメタル小松菜と桜井麹店の手作り米麹を使用していきます。はい、皆さん千葉市の食のブランド1000についてはご存知ですか？今日ですね、ご案内します千葉市食のブランド1000とは、千葉市の食を1000年先へをコンセプトに掲げまして、2020年に立ち上がった食のブランドです。暮らしに不可欠な食の持続性を踏まえまして、 SDGs の視点を背景に、農林水産物、加工食品、食関連サービスの3つの分野についてですね、地域性や独自性、優位性、持続可能性などの視点で審査し認定されています。はい、これまで2回の認定を実施し、16の商品と3つのサービスの計19品が認定を受けているんです。栽培途中の小松菜に、メタルの、音楽のメタルのジャンルのですね、それを聞かせたら、はい、もしかしたらすごい小松菜に鉄分が上がるんじゃないかなと仮説を立てまして、はい、多分皆さんね、まさかのあのメタルだったと思ってらっしゃると思います。そうですね、まず私たちが創業250年余り、はい、現8代目で千葉市で麹屋を営んでおります。私たちが作る麹は、天然醸造で手作り、昔ながらの手作りでこだわって、新鮮さと麹の優しい甘みが出るような商品を日々お客さんに届けられるように頑張っているような、そんな商品です。本日は小松菜とさつまいものカマンベールグラタンを、はい、作っていきます。桜井麹店さんの、はい、手作り、塩麹を使いまして、はい、ソースにですね入れていきます。コクのある、とっても美味しいクリームソースを作っていきます。そして、はい、ベジフルファームさんのメタル小松菜を使いまして、あとは千葉市産のさつまいもも一緒に使います。